車椅子の方やベビーカーの方がもう入れるように広くってフラットにして2日以上寝かしてる生地やから熟成ですよ、超熟成。深い機械に前日に37年ね教えてもらってきた親父香川県生まれやから、あら最高の太ももができたよ。食べてやがれ。はい、いただきます。だいたい2日寝かすね。はい、布団の中で、はい、それが一番おいしい。アクを出せへんやり方、これなかなか難しいよ。どうしてもアク出るけども、いかに出さんと旨味を閉じ込めるかっていう、この寸胴の中に。この渋みをね、旨味に変えるという。店長ポーズ。これちょっと下手やねんけど、でもこう季節によってはこういうのを入れてあげる。まあ自分が楽しんでやってるだけで、まあ、火薬ご飯でもよそった時に、うわ桜があるとかね、あ見て楽しむ。もう料理のこだわりはないから、演出のこだわり。あんまり洗いすぎてもね、風味逃げてまうから。出来上がり食べてください。はい、あらこつまりさん。孫はうどん屋つがん言ってる。あ、そうなんですか。うん、アドベンチャーワールドのトレーナーになる。そうなんですな。バッチシャね、バッチシャ。醤油はもう
ずっともう丸金。まあいろんな銘柄、東丸やフォーマンとか代表的なのはあるけど、もううちらも大昔からこれね、自分の私人生の中には一番よう適してるのかな。黄金色出すのはもうこれが最高やもんね、これね。雑味を旨味に変える、はい、それが職人さんやもんね。してるわ。おじいちゃんに似てよう、ええ顔してる。なあ、おじいちゃんに似てええ顔してるわ。かっこいい。お店長。うん、かっこいい。今日もよろしくです。ゲットだぜ。
持って行ってくれる、はい、そのセッティングしてくれる、はい、はい、ホットレモン、はい、お待ちどうさん、
の六角で刻みに、はーい。カテンちゃん行くよ。カテンちゃんしっかりね。はい、お待ちどうさま。刻みカレーどうぞ。お待ちどうさま。行くでーす。お店長頑張れー。お店長頑張れー。ミニの親子丼セット。ミニの親子丼セット。セット。はい。揚げ玉入れてよか。行きます。お店長もいっておいで。これ皆さんだし、よう飲みはるから。はいよー、町田さん。はいよー。見に行っちゃおう。
よ。よ。オッケー。はい、よ。はいや。オッケー。かき上げ。かき揚げどうも。やみつきかき揚げどうも。はい、よきつねだだ。新揚げ餅どうぞ。セッティングどうぞ。鳥ナンバーどうぞ。いいよ。お待たせいたしました。鳥ナンバーをどうぞいただきます。